これは私の知人から聞いた話です。S さんという方は、中学生の頃から陸上部に所属し、長距離走やマラソン、駅伝などに参加していました。さほど成績は振るわなかったものの、とにかく走ることがとても好きで、社会人になってからも同好会などに参加していたそうです。ところが、結婚後に大きな病気をしてしまい、数年間は走ることはおろか、運動をすることもできなかったそうです。ようやく回復してからリハビリを兼ねて、少しずつジョギングをするようになりました。彼女は結婚後すぐに旦那さんと購入したマンションに住んでいたのですが、その駐車場が割と広々していたため、ジョギング前後の準備運動やストレッチはそこでしていたそうです。その駐車場からは自宅の窓がよく見えていました。その生活を一年ほど続けた頃に、ふと自宅の家の窓を見た S さんは、驚くべきものを目にしました。寝室の窓のところに人影が見えたのです。S さんは毎朝旦那さんを送り出し、家事を一通り済ませてから朝のジョギングに出発していました。ですから、もちろん家の中には誰もいるはずがないのです。もしや空き巣が?と思った S さんは、急いで帰宅して、ドアを開け、家の中をくまなく点検しましたが、全く変わった様子はありませんでした。でも確かに人影が。もしかしたら、忘れ物をした夫が慌ただしく帰ってきたのかもしれないと、彼女は思い直したそうです。その夜、帰宅した旦那さんにそのことを告げました。すると、いや、僕は帰ってないよ。ああ、それはきっと向かいにあるマンションの人影が光の反射かなんかで映ったんじゃないかな。という、もっともらしい説明をしてくれました。S さんはそれを聞いて、とりあえずほっとしたのです。その後、毎日 S さんはストレッチの際に駐車場から自宅の窓を見上げるようになりました。すると、毎日ではないのですが、数日に一度の割合で、やはり同じ位置に人影が見えるのです。ずっと見つめていると消えてしまうのですが、何度も見ているうちに、どうやら年配の女性、おばあさんのような人影に見えてきたということです。旦那さんが言ったように、その窓からちょうど正面にあたる建物の集合住宅には、年配の夫婦が住んでいることを彼女は知っていました。ですから、そこのおばあさんの影が反射で映っているのだと、S さんは安堵していたのです。ところが、とても寒い冬の朝、彼女はその影がただの反射でないことを知りました。いつも通り人影を見て、振り返って向かいの年配夫婦の住居の方を見ると、鎧戸がしっかりと閉まっていたのです。反射映像ではないとわかり、驚いた S さんは再び寝室の窓を見ると、今度ははっきりとそのおばあさんの表情までが見えたということです。その姿は亡くなった父方のおばあさんにそっくりで、とても優しい表情でにっこりと微笑んでいたそうです。なんだ、おばあちゃんの幽霊なら怖がることない。姿がはっきり見えたことで逆に安心感を覚えた S さんは、以来、姿がはっきり見えたことで逆に安心感を覚えた S さんは、以来、その人影を見ても短く笑いかけるだけにしていたということです。そして数十年が経ち、S さんは綺麗に年を取っていきました。旦那さんに先立たれ、ついに高齢により
走ることもできなくなると、S さんは寝室の窓のそばに椅子を置き、そこで一日の大半を過ごすようになったのです。晩年、訪ねてきた妹が S さんに、外の景色を見ているの?と聞くと、彼女は、いいえ、昔の自分を見ているのよ。と言って、この話を語ってくれたそうです。あの頃は単におばあさんだと思っていたけれど、本当は今の私なのよ。私は父方のおばあちゃんにそっくりだしね。年を取ると、時々見たいものが自由に見れるようになるわ。病気が完治して、走ることを再開できたあの頃は、本当に嬉しかったから、繰り返し見ては、いい人生だったと思えるの。S さんはそれから数年後に、他界されたそうです。